おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日もクロエのレクイエムやっていきましょうか。前回ね、クロエちゃんとミシェル君は熱いチューを交わしました。そしたらクロエちゃん消えちゃいました。ということで、赤い実の木の後ろって言ってたね。これか、これの後ろにあるのか、なんかあたりを調べる。調べると階段が出てきた。おー、もう一回ちょっとセーブー、行くか。クロエちゃんの呪いを救いに行こう。お、なんだい。おー、降りてきた。もう5時だ。黒くくすんだ鈴を差し出してきた。うん、汚れ落ちないな。この鈴どこかできれいにできないかな。鈴ってどこに手、鈴ってどこで手に入れたんだっけ。クロエちゃんの部屋じゃなかったっけ。じゃあ一回クロエちゃんの部屋に行けばいいのかな。あれ、どっから来たんだっけ私。ここか。ん、どこだ、あれ、どこだっけ。ん、どっから来たっけ私。あ、ここか。おー、明るくなってるね。いいね。ここにシャンデリア落ちてきたけど、残骸ももうなかったわ。おお、これ何なんだ。あ、ぬ、あ、そっか、ぬいぐるみか。クロエちゃんの部屋ってここか。ここじゃなかったっけ鈴。あ、違った、これか。あ、違ったわ。あれ、鈴、あれ、鈴ってどこで手に入れたんだっけ。これ鈴の時計だったわ、ただの。ちょっと待って、鈴、鈴、小さな鈴。うわ、どこで手に入れたか忘れた。鈴、鈴、ん、おお、なんだ、切り抜いた絵。持ってこう。いつからあったんだ。でも鈴を手に入れたやつがない。お、友達じゃん。君は、バグってると。呪い、記され、呪い、書かれた呪い、もやし。どういうこと？書かれた呪い？書かれた呪い？あれか？もしかして切り抜いたやつ？これ？これ？これから？違う？あ、違うわ。書かれた呪い？なんだろう？書かれた呪い？切り抜いた絵か、これか。これが原因で友達が喋れないのかな。あ、書かれた呪いを燃やす。あ、この画用紙ってなんだっけ、真っ白な画用紙。おお、ぞー、これが記された呪い。そっか、クロエちゃんの日記のこと言ってたんだ。なるほど、これか。これをじゃあ装備するのかな。放り込む。これだけじゃ足りなそうだ。
どれ、これだけじゃ足りない、これ足りない？どれ？じゃあ、あ、じゃあお母さんの日記とかもなのかな？違うかな？どうかな？ちょっと待って、あれ？違うか。それだけじゃ足りない？足りない？じゃあ何を燃やせば、あれ？今更だけどお城の時計なくなってんな。調べられないな、この辺。え、何を一緒に燃やせばいいんだろう。あー、やっぱりあった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 。これが描かれた呪い。アランのアルバムを手に入れた。そうだよね。なんかお母さんの日記でもなかったから、これかなと思って見に来たんだが、じゃあこの2つで燃やせるのかな。装備装備、この装備制度にも慣れたもんだわ。アランのアルバム、 OK。 はい、燃やした。うわ、すごい音するね。暖炉の火が大きくなった。僕を起こしてくれてありがとう。あ、こんな声だったっけ、忘れちゃった。どうして君が、もういなくなったんじゃないのか。この館の呪いが薄まったから、本来ある姿に戻りつつあるんだ。絶対こんな声じゃなかった気がするんだけど。じゃあクロエはどうなるんだ。彼女は、僕にはあれが最善な方法だとは思えなかった。あんな風に消えてしまって、僕はあのクロエも助けたい。この館にはね、大きな呪いが2つあるんだ。その鈴貸してごらん。お、鈴が綺麗になった。ありがとう。彼女はまだ完全に消えてはいない。自分の殻に閉じこもって君に姿を見せていないだけなんだ。これはきっと彼女を助けるために必要となるものだ。彼女、クロエを、この館を助けてほしい。わかった。綺麗な鈴を手に入れた。友達ありがとう。君と僕も友達だよ。じゃあな。よし、行くか。これをじゃあブランにつければいいのかな。でノワールは鈴つけてるもんね。君かい？あ、でも話しかけられないや。綺麗になった鈴、これブランに鈴をつけた。おお、これでいいのかな。おお、いいのかな。ちょっとセーブ分けとくか、なんか知らんけど。いいんだよね。ノワールは ついてるよね。だって。わあ、びっくりした。何？あ、ブランも降りてきた。おう。顔は舐めないでよ。くすぐったいな。あれ？え？何？クロエの過去の記憶。ちょっと待って、動けない。あれ、動けないよ。あ、びっくりだ。これでよかったはずなの。最後にミシェルの演奏が聞けて嬉しかった。なのにどうしてこんなに心がぽっかりしているの。クロエ、ミシェル、どうしてここに。ここから出よう。いや、どうして。
辛い思いはしたくないから。クロエ、最初君のことが少し苦手だった。わがままだし面倒くさいし意地っ張りで少しおバカだし、自分を見ているようで言葉が出ない。でもね、クロエ、君のことを少しずつ知って、それで助けたいと思った。僕は君に逃げてほしくないと思っている。そこから逃げちゃダメなんだ。もうすぐ夜明けだよ、クロエ。僕も頑張るから。だから君も最後まで。クロエ、本当は、本当は。さあ、クロエ。うん。おう！ミシェル！呪いがとっても近いの。でもね、クロエ、このお部屋だけならなんとか動けそう。クロエ、行こうか、クロエ。おお、クロエ。お、何？ああ、え、待って、クロエ、あの、ちょ、え、あ、ちょ、めっちゃ重なってくるじゃん。このさ、切り抜いた絵とかってなんか反応してくれない？あ、しないか。今更かな。あれかな、話しかけられるタイミングの時にこれ拾えたのかな、もしかして。これは何？ぬいぐるみ。あ、喋んないわ、全然。あ、ごめんね、置いてっちゃってる、クロエのこと。はいはいはい。セーブしようぜ。セーブするの。かわいい。じゃあ、はい。で？で？頭蓋骨が置かれてる。頭蓋骨が置かれてる。おお、頭蓋骨が大きく口を開けた。何か食べようとしている。チェロ。渡す渡す。え？見取り図？じゃない？うん。え？うん。まだ何か食べようとしてる。ピアノの、数字かな？はい。え、なんか黒くなってない？何か渡す。はい、家政婦の目もあげる。うわ、なんか赤くなった。え、もう、もう、だって手、手？手は足し出さないよ。あげない、あげない、もうないもん。あ、いいの。おう、鍵、隠し部屋の鍵を吐き出した。サンキュー。真っ赤っかだな。ああ、え？家政婦のメモ渡したじゃん、さっき。うん。え？まだ持ってんの？アイテムで。あ、持ってんだ。でも、もう、もらったから、いいや。で、ここか？なんか、あ、待って。ちょっと装備、装備大丈夫。切り抜いた絵じゃなくて、銀のナイフとか、どうしよう、なんか、やっぱ金槌でしょ。とか持ってた方がいい気がするよ。ここ何の部屋？呪い。人の心の中に強い憎悪の感情が生まれると、それはいつしか呪いとなる。呪いは強くなっていくごとに、だんだんと人の心を蝕んでいき、それがある段階を過ぎると、人の自我さえも食い尽くしてしまう。呪いの元凶。呪いと深く関わる何かが、呪いの元凶としてその人の心に住み着く場合がある。だからシャルロットなんだ。なるほどね。呪いを解く方法は未だ解明されていないが、その人を愛する誰かの行動によっては、奇跡を起こすことができるという説もある。なるほど。じゃあ、ミシェル君がクロエのこと愛してたら呪い解けるってこと？あれかな、呪いの元凶ってやっぱお父さんだよね、クロエちゃんの。わ、ピアノあるし。ここ？ここか？わ、開かない。これは何？え、ピアノ調べた方がいいよね、多分ね。ピアノがある。お、動かない。
ピアノが一人でに演奏を始めた。うわ、え？やあ少年、やしっけ、ミシェル・ダランベールと言ったかな。よくぞここまでたどり着けた。偉いぞ少年。お前は誰だ？そうかそうか、自己紹介がまだだったね。お初にお目にかかる。私はクロエの呪いだ。呪い？これ逃げなきゃいけないとかある？以後お見知りおきを。というのは冗談だ。なぜなら君はここで私の餌食になるのだから。え、うわ早い、ちょっとやめて。どうしたらいいの？え、どうしたらいいの？え、ちょっと早い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 って。何？ピアノピアノピアノ、何何何何何？え、あまあ助けて、ちょっと待って、助けて、どうしたらいいの？あーあああ、やべ、死んだ、死ん、あ、まだ、あぶ、あ、やめて、あ、ちょっと待って、ピアノか。ピアノ何回も叩けばいいのか。よいしょ。よいしょ。いけいけいけ。あ、待って待って、死んじゃう死んじゃう。死んじゃうよ。ほら。ピアノ叩け。叩け。お？ピアノを壊した。よっしゃあ、金槌が壊れた。あ、え？金槌持ってて正解だったの？はあ、神かな？クロエの父親、今のが呪いの元凶。じゃあこれを壊したらクロエは自由に。うん、ダメなんだろうな。ピアノの残骸から隠し小部屋の鍵を手に入れた。この先にナイフをどうするか、そろそろ決断しなきゃ。ああ、ちょっと一回戻って、ちょっとハートが2しかないんで。クロエどこ？いる？あ、いたいたいた。え、助けてくれない。ちょっと、クロエちゃん、ハート回復してほしいんですけど。え、あ、待って、こいつら、このニャンコ、ニャンコたち。あ、サンキュー。ブランも少し笑った気がする。よっしゃー。いやー、ノワールくん、ありがとう。これで心強いです。ここか。あれ、ナイフってつけてるよね、私。お、クロエ、僕は、あ、うお、びっくりした、怖いよもう、え、もうゲッソゲッソじゃん。もう三白眼になっちゃって。え、武器をクロエに。どっちが正解なのこれ。ちょっとなんかいいエンディングから見たい。これなんかちゃんとしたエンドにたどり着けるか知らないけど。じゃあちょっとまず振り下ろそう。あ、いやー、ごめんね。あ、クロエ、ねえ、クロエ、君は救われた。君が幸せだったかどうか僕にはわからないけれど、でもね、僕は
君と会えてよかったよ。本当だからね。そろそろ夜明けだ。え？あ、お姫様抱っこしてる。外だ。どうしてだろうな。とても久しぶりな気がするね、クロエ。君も疲れたろう。ここでゆっくりお休み。僕はもう少ししたら家に帰るよ。みんなが僕を探してるだろうから。絶対バッドエンドじゃん。え、待って、ブラン死んでね。ノワールだけ生きてる。え、うわ待って、これトゥルーエンド見れんのか。振り下ろさないっていうのもなんかミシェル君が殺されそうじゃない。大丈夫。え、何かフラグを回収していない可能性がある。 The end。 エンド、ノーマル、ノーマルエンド。はあ、はい、ご視聴ありがとうございました。ちょっと今回はこれで終わりにして、次回他のエンディングを回収していこうかなと思います。これさ、二人とも幸せになってほしいんだよね。クロエちゃんも、その呪いのクロエちゃんもね、ミシェル君にも。なんか、救急車、ちょっと物騒だ、やめて。うん。だから、その三人にも幸せになってもらえるようなエンディングがあることを祈って、次回に続きます。では、おつぴよです。